やっぱボールだからやめようっていう時の見逃し方がちょっと手が出されてしまっているというのが気になるな。お疲れ様でーす。KT です。今日は4月2日、本日もカープラボをご視聴いただきましてありがとうございます。今日もですね、広島カープの試合結果、内容ともにね、残念なものとなってしまいましたけど、こちらの動画開いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、ヤクルトスワローズとの、ゲーム、振り返りの方を行っていきたいと思います。開幕からね、まだ勝ててないということで、2023年、それから新井監督の、初白星、まだ挙げられていませんけども、元気よくね、今日もやっていきたいと思います。はい、スワローズ、本当にね、強いチーム、いいチームになっておりますね。若手、ルーキーが、試合を作れば、中堅どこのピッチャーが投げて、4年ぶりの白星かな、を挙げる、それから移籍してきた田口投手が、今年ね、最も懸念されていたマクガフ投手の穴という9回を投げるところをしっかりね、埋める、移籍した選手が埋める、それから、まあ、今日はね、あれだったんですけど、助っ人外国人が機能したりとか、ベテランの青木選手がね、ちょっとベンチにピリッと、いった雰囲気を与えるということで、本当にね、若手からベテラン、中堅、融合したいいチームになっていると思います。ここはですね、本当に広島カープを見習うべき点かなというふうにね、本当に常々思っております。はい、とはいえですね、今日広島カープも、なんとかね、得点を挙げることができました。2試合連続完封負けで、今日初回点を入れれなかったらワーストになるのかな。はい、といったところでしっかりね、初回点を挙げることができたというのはポジポイントかなというふうに思います。それからデイビッドソン選手にも、一発が出たということで、ここからですね、ケチャップがどこどこ出るようにデイビッドソン選手、それからマクブルーム選手にも、ホームランが出てきてくれるといいかなというふうに思いますんで、本当にね、マイナスマイナスだけではなくて、ちょっとずつ、いいポイントも出てきておりますんで、今日も元気よくやっていきたいと思います。はい、というわけでこちらのチャンネルは広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、まだね、開幕3連敗ちょっと元気ないですけども、これから一緒にカープを応援してくれる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この3連敗について、今日のゲームについて皆さんのご意見もね、ちょっとお聞きしたいので、コメント欄に残していただけると嬉しいです。ちょっとね、最近コメント、嬉しいことにね、たくさんいただいておりますので、返しがね、遅れてしまうことがあるんですけども、すべてね、しっかり目を通して返したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本題に入っていきます。今日はですね、ゲームの振り返りを行っていきますけども、今日はですね、ちょっとスタイル変えまして、選手一人一人の振り返りを行いまして、それから全体でその他といった順番で進めていきたいと思います。まずはじめ、オフェンスといいますかね、選手一人一人振り返っていきましょう。はい、まず1番菊池選手ですね。しっかり相手投手のね、ルーキーの出鼻をくじく、レフト前、まあゴロヒットコースヒットではあったんですけども、まあ初球ね、ストレートズドンと、来た中で次の変化球にね、しっかり対応して、ヒットを打つというのはね、素晴らしかったかなというふうに思います。で、その後の打席でも右方向にね、ヒットを打ったりなんかして、結構状態の良さは伺わせておりましたんで、このままね、継続して頑張っていってほしいなというふうに思います。やっぱりね、上位打線が似合うかな。まあでも、実際はね、2番打ってほしいかなというふうには思うんですけど、今の状態でしたら、1番にもっと調子のいい選手を置いて出塁してもらった上で、状態のいい菊池選手が2番にいると余計怖いかなというふうに思いますんで、まあ1番でもね、全然構わないんですけども、いい感じで菊池選手、こっちの方維持しておりますんで、このまま継続していってください。はい、そして2番の野間選手ですね。初回菊池選手が出た後、初球仕掛けたのかな、エンドランということで、まあこのね、作戦といいますか、サインはね、全然いい作戦だったなというふうには思うんですけど、野間さんが答えられなかったということで、まあエンドランとね、一口でも言ってもいろんなエンドランがありまして、まあ大きく分けたら、ヒットエンドラン、それからラインドヒットということで、まあエンドランはね、どんな球が来ても打ちましょう。それからラインドヒットというのは、ストライクが来たら打ちましょうみたいな感じであるんですけども、まあこっちのね、エンドランのところだと、例えばストレート待ちとかね、ゴロをしっかり打ちましょうとか、いやいや、もうヒットを狙いましょう、ランナーを走らせるけども、変にね、ゴロをこだわらずにヒットを打ちましょうみたいな作戦もあるんですけども、おそらく今の野間選手の状態でいくと、なんとか転がしてね、ランナーを進めよう、で、まあ、危うくばヒットになって、一塁三塁作りましょうぐらいの、多分サインだったと思います。あくまでもヒット、ランナーを動かすけども、ヒットを狙いに行きましょう、それで遅れなかったもしょうがないというサインではなくて、最低限ランナーを進める、でもバントよりはもうちょっとチャンスを広げるためのエンドランという意味合いが強かったと思いますね。そういう意味でいきますとね、フライアウトというのはいただけなかったかなというふうには思います。はい、そしてね、最後、守備のところですね、村上選手の大飛球、ちょっとやってしまいましたけども、まああれに関してはちょっと今日はね、フレンドこうかなというふうには思います。まああれ仮にね、フェンス直撃をね、キャッチすることはできなかったんで、どっちにしろね、ツーベースかスリーベースにはなっていましたんで、その後ね、0点で抑えきることもできたかできなかったかというのも不明なところでありますので、まああれに関してはね、ちょっとどこに投げたかは分かんないんですけど、そこはね、強くは触れないでおきます。はい、ということでね、まあ守備もそうなんですけども、バッティングの方もね、ちょっと内容も
も良くないということがありますんで、まあ、今日ね、ヒット打ちました上本さんだったり、代打の1打席勝負でね、しっかり自分のスイングできております田村選手なんかをね、これから使っていく方が、チームの得点力は上がるんじゃないかなというふうには思います。このね、野間選手の復調を待っていると、ちょっとチームがね、取り返しがつかないところまで行ってしまいますんで、まあ、他にもね、西川選手、今日は1本出てますけども、他坂倉選手とかね、復調を待ってる選手が他にも数名いますんで、一人でもね、やっぱりそういう選手はベンチに置いときたいと思いますんで、やっぱり調子のいい選手をね、どんどん使っていきたい、期待のできる選手、ワクワクできる選手を、使っていきたいということで、一旦野間選手お願いします。はい、続きまして秋山選手のところ行きます。やっぱりね、頼りになりますね。初回の、チャンスしっかり秋山選手は返しまして、まあライトの、サンタナ選手かなのまずい守備もあったんですけども、まあノーワンでね、取ることはできない当たりだったので、一塁三塁もしくはね、一塁二塁に、チャンスを広げることはできましたので、結果的にね、まあ1点入ったんですけども、秋山選手やっぱり頼りになりますね。他の打席でもいい感じですし、非常にね、やっぱり春先から、調子整えてきておりますんで、オープン戦ではちょっと心配したんですけども、やっぱりレギュラーシーズンに入ったらやるよということで、秋山選手頼りにしておりますんで、ちょっとね、次のカードから1番になるかもしれませんし、2番になるかもしれませんし、このまま3番でいくかもしれません、分かりませんけども、状態いいということで秋山選手を頼りにしております。はい、そして4番のマクブルーム選手、ヒットの方はね、ちょこちょこ出ておりますし、今日もね、アウトコース低め、続けられたところを見事に、センター方向に弾き返していてね、状態は悪くないとは思うんですけど、やっぱりね、初回のところですね、秋山選手がサードに3塁ランナーに残って、ワンアウト3塁かな、そこでね、やっぱり犠牲フライなりヒットなりでね、返さないと、こういう風にね、苦しい展開になる。ランナーを、サードランナーをね、秋山選手を残してしまったことによって、今日のね、接戦が、生まれてしまったのかなということで、あそこでね、一気に初回で2点いくと、やっぱり相手がね、今日は厳しいかなみたいな雰囲気にもなりましたんで、やっぱり4番としてね、で、2アウトになってしまうとね、もうヒットしかないということになるんでね、ちょっと厳しいんですけども、やっぱり1アウトのうちに返したかったなということで、まあ、ヒットは出ているものの、ちょっとね、やっぱり4番としては、ちょっと不満なところはあるかなということは思いますんで、しっかりああいうところでね、三塁ランナーを返しきれるようにこれから頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、そして5番に西川さん、今日ね、ライト前1、2塁間を破るヒット1本出ましたんで、まあ状態上がってきてるかなというふうに思います。で、その他センター方向にね、抜けそうな当たり、今日は2つ止められてしまったんですけども、やっぱり、ね、ちょっと当たりが弱いところもありますんで、ショートゴロになったやつもちょっとね、当たり弱いですし、ピッチャーのね、星さんかなに当たったやつも、なんかね、ライナー的な感じだったんで、いい捉えてるのかなと思ったんですけど、当たり自体が弱いんでね、あれおそらくピッチャーに当たってなくてもセカンドショートとかね、バックアップ間に合ってるのかなというような感じなので、まあ、ヒット1本出ているものの、まだね、本調子ではないのかなというふうに思いますんで、まあ明日の1日しっかり休んで、タイガース戦からはね、整えてきてほしいなというふうに思います。ただですね、一つ見送り方がね、気になるなというので、変化球を、見送るときに全部こう手が出されてしまってるんですよね。出されてしまって、見送ってるということなので、あれだとね、やっぱり強い打球が打てないということ、本当にね、スイングかけたときに強いスイングができないということになりますので、その影響でやっぱりね、センターに抜けなかった打球が、当たりが一つ弱いのかなということがしますんで、やっぱりね、見逃すときもしっかりトップの位置でバシッと、見逃してほしいなというふうに思います。変化球のときにちょっとふわーっと打ちに行って、やっぱボールだからやめようっていうときの見逃し方がちょっと手が出されてしまっているというのが気になるなというふうに思います。はい、続きまして6番デビッドソン選手ですね、見事なホームラン出ました。高めのストレート、山崎オープン戦の時ね、山下か、シュンペーター投手から放ったホームランと同じようなね、高さの、球だったんですけど、今日はね、レフトの本当にね、レフトの定位置の真後ろにね、特大に持っていくホームランで見事でございました。本当にね、ここからね、調子上げてって、どんどんね、大きい当たり打っていってほしいなというふうに思うんですけども、残念だったのがやっぱりね、9回のところですね、先頭で回ってきて 3-2 まで行ったのかな。で、最後1番のスライダー中途半端なスイングでアウトになってしまいました。で、まあ、際どくもないね、スライドワンバンだったので、あそこ止まってほしかったなというふうに思います。で、あそこで見逃して、フォアボール取って、ダイソー大森さんが行けば、結構ね、相手の田口投手なんかもバタバタしてくれるのかなというところで、ね、あそこが三振になるのかフォアボールになるのかね、本当に天と地の差があるぐらいのね、球だったと思いますので、あそこがね、本当にピタッと、止まるようになってくれることをね、これからは頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、その後坂倉さんですね、まあ、こうちょっとバッティングのところは一旦追
置いときまして、配球がね結構面白いなということで、今日解説五十嵐さん入っていたんですけども、褒めていましたね。もうこの村上選手の打ちというのを続けていくところですね。で4球ぐらい続けたりしたのかな。はい。でまあそれにねしっかり、投げ切った答えていた玉村投手も、見事だったんですけども、まあそれにね答えることのできなかった、松本投手ですね、そこが甘く入って、まああれ風なかったら完全にスタンドインしましたんで、まあ結果的に松本投手の投げミスではあったんですけども、まあ強気ですね。はい。で時には投げ切れないピッチャーもいるというのもどっかにね、頭の隅に入れながら、ちょっとね外でかわすということもしながら、攻めていかないといけないのかなというふうに思います。まあただですね、相手バッターは村上選手だけではないので、そういうところでね、いろんなところを考えながら、今年は勉強の年となりますけども、坂倉選手配球は本当にいいと思います。それからですね、ブロッキングですね、ワンバンに対する反応も結構ね、頑張っております。これはバンテリンで自分が現地で見た時も、しっかり止めていたという印象のを持っておりますので、頑張っていってほしいなというふうに思います。キャッチャーとしてね、なんとか今年中に一人前になってほしいと思います。であとはですね、やっぱり送球ですね、セカンド送球、届かない、あのワンバン送球ショートバウンド送球に、なってしまうところが多いんで、今日はね小園選手がポロッとやってましたね、あれはいかんですけども、はい、そういうところで、盗塁のスローイング、それからあとね、バッティング、こちら問題ないかなというふうに思っていたんですけど、やっぱりね、レギュラーシーズン始まりますと、ちょっとキャッチャーの方でも負担が大きくなっているのが、今のところ、本調子ではないので、ここからね少しずつ上げていってほしいなというふうに思います。まあ坂倉さんに関してはね、終わってみれば3割付近、2割8分9分ぐらいはね、打つバッターだと思うんで問題ないとは思うんですけども、ちょっとねあまりにも出遅れてしまいますと、シーズン中盤から後半にかけて、厳しくなってくると思いますので、まあ次のカードね、一回切り替えて、バッティングの方でも頑張っていってほしいなというふうに思います。まあ5番の方がねしっくりくるんだったら、もう5番入っちゃった方がね、いいのかなというふうには個人的には思っております。はい、その次ですね、小園選手、オープン戦ではそれなりにね、途中まで3割キープして、最後ね、2割台に落ちたのかな、ぐらい、まあ状態の方がいいかなというふうに思ってたんですけども、まさかの去年と同じような立ち上がりになってしまいまして、3月、4月の打率、このままいくとね、また去年ぐらい、1割ぐらいの1割前後のね、打率になってしまうと思いますけども、まあ今年に関してはね、後ろ、田中康介選手や韮澤選手もね、今か今かと出番待っておりますんで、去年ほどね、我慢はしてもらえないというふうに思います。で、守備の方でもね、今日、さっきの坂倉選手の早期ポロッとやってしまったりとかありますんで、本当にねこのまま状態上がってこないと、韮澤選手あたりがショートでね、出場する、もしくは下から二股選手なんかを上げてきて、出場させるということにもなりますんでね、もっともっと危機感を持って、アウトのなり方もね、ちょっと良くない部分もありますんで、頑張ってね復調していってほしいなというふうに思います。まあちょっとねかわいそうなところもありますね。いきなりオープン戦の最後、それから開幕初戦だけ、1番に入ってその他8番みたいな感じで、振り回されてるところもありますけども、まあそこはね言い訳にならない、言い訳にしてはいけない部分だと思いますんで、しっかり結果の方を出していってほしいなというふうに思います。はい、そしてその次ですね、田村選手、代打でね、今日もお決まりのようにピッチャーのところの代打、ランナーがいないところでね、もっと本当ね、いいところで使ってあげてほしいなというふうには思うんですけども、まあ代打出てきました。はい、なかなかね、1打席ですぐ結果出せっていうのはね、難しいと思うんで、結果が出てないこと自体は、全然問題ないと思います。はい、ですが、まあしっかりね、若いカウントから自分のスイングしっかりね、バシッと振れているんで、まあ雰囲気的には野間さんよりね、なんかやってくれそうな雰囲気はありますんで、ぜひね、まあ今日上本選手結果出していますんで、で野間さんに変えて上本選手、もしくはこのね田村選手なんかを数試合使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思わせる田村さんのスイングでありました。はい、頑張ってください。はい、そしてその後同じく代打で出ました上本さんですね。まあ9回2アウト1点差だったんで、ここねもう堂林選手プリンスの一振りにかけるのかなというふうに個人的にはね思っていたんですけども、まあ上本選手をチョイスしたということで、まあそこからねシングルヒットなら2本3本、長打1本含めないと1点ね追いつくことはできないということだったんで、まあプリンスでねもう一か八か勝負でもいいのかなというふうに思ったんですけど、まあ上本選手がねそこからしっかり出塁して、まあシングルヒットでもね全然問題ないです。そこからねその後がつなげばよかっただけなんで、素晴らしい1、2塁間渋くね、抜く当たりでした。まあ去年もですね上本選手春先良くてね、開幕ロケットスタートを決めたのは上本選手の活躍なくしてはなかったということなので、まあその辺で言えばね、笹岡監督、前監督の見極める力というのが素晴らしかったのかなというふうに思います。なので、まあ今からでもね、遅くないんで、上本選手をなんとかね、スタメンで使って、チームのね、流れを変えてほしいなというふうには思います。はい、そして最後松山選手ですね。で最後のバッターと、なってしまいましたけども、ちょっとねちゃんと準備できていたのかなというような感じがありました。甘く入ってきたスライダー、中途半端なスイング、そして最後はクソボールを振るということで、まあ今日は出番ないかなって油断していたんだったら、これはね、けしからんなというふうに思います。まあかつての浅井さん、町田さんなんかはベンチ裏で相撲を取ってもう汗びしょびしょになってね、周りからは本当に声かけ
づらいぐらい、雰囲気を出して、もうアドレナリンとね、もう体の方もしっかりね、ほぐして、アドレナリンもグワーッと出してね、試合にバッといきなり集中するという代打のね、このスペシャリスト2人がいたんですけども、まあ今日の感じで本当に、まあ体の方はね、準備できてたかもしれないんですけども、ちょっとメンタルの方がね、ちょっと試合にちょっと心が外れていたみたいな感じの、スイングになっていましたんで、やっぱりね、代打の切り札と、していく、そこで勝負するんであれば、ああいうところでバチッとね、初球から、結果出せるように、準備はしておいてほしいなというふうには思いました。守備がないんでね、特にもう代打だけなんで、そこに集中してほしいなというふうに思いました。はい、それでは投手陣の方を振り返っていきたいと思います。まず先発玉村投手、もうここはね、合格点だと思います。5回2失点ということなので、まあ神宮球場でねホームラン一撃食らうというのは仕方ないですし、山田哲人選手にね、ちょっともったいないところはありましたね。失投、見逃さずにね山田哲人選手が、見事にホームラン運んで、もったいないところはあったんですけども、まあ立ち上がりですね、不運な立ち上がりでしたけども、無失点にしのぐということで、先頭のね浜田選手バット折りながらセンター前持っていくと、本当に気持ち入ってますね浜田選手。その他の打席見てましても、なんかしてくるんじゃないかなというぐらいフルスイング、かけてきますし、気持ちが出ておりますんで、まあ、ああいうね、若手もカープを若手を、カープもねどんどん使っていくべきだと思いますし、そういう選手はね、ファームの方ではたくさんいますんで、どんどんああいうね気持ちが前面に出る選手を、1人2人は、スタメンの方には入れてほしいなというふうに思います。まあそんな感じで、マックブルーム選手のね、ちょっとフィルダーチョイスもありながら、不運な形で、ピンチを作ってしまったんですけども、その後ねしっかり怖い3番4番、抑えて、立ち上がりをしのいだということで、まあ、去年ね散々、立ち上がりが不安定だというふうに言われてた中で、今日はね、あんまり玉村投手に要因はない中でピンチを作ってしまったんですけども、しっかり押されたというのは今年ねやってくれるんじゃないかと、高田投手ともにね、左2枚が揃ったということで期待していきたいなというふうに思います。もう本当にね今日のピッチングは、勝利投手に等しいぐらいのね、内容だったというふうに思います。で、まあ、ピッチング自体見ていましてもやっぱりねストレートは140キロ前半台なんですけども、まあ、スライダーチェンジアップ、バッターの反応を見る感じではね、そこまでね大きく曲がってるとか、そこまで大きいブレーキかかってるみたいな感じはしないんですけども、なぜかバットに当たらないみたいな、変化球なので、やっぱ出どこが見にくいのかね、曲がりが遅いのかね、キレがすごいのか、ということなんですけど、ちょっとね映像では見れないんですけど、本当にねバッターが嫌がってるような感じがしましたんで、このまま玉村投手もね、今シーズン、活躍頑張ってください、期待しております。はい、その次受けましたアドア投手、初登板、上々のピッチングだったと思います。まあ、本来はもう少しね早いイニングピッチャーが崩れた時とかなんかに、複数イニング2イニング3イニング投げてほしいみたいな、ポジション立ち位置だったかもしれないんですけども、まあ、開幕カードね、2試合、登板なかったのでここで投げさすというのは全然問題ないかなというふうに思いますし、しっかりね抑えたんで今日もね評価上げておりますんで、ひょっとしたらねこのまま勝ちパの方に食い込んでくるかも、今の段階だったらロング、リリーフ第2先発みたいなところにいると思うんですけども、このまま結果を残していけば、勝ちパターンに行くかもしれないし、先発のねローテーションになっていくかもしれませんので、このまま結果の方を出し続けてほしいなというふうに思います。はい、その次ターリー投手ですね。こちらヒット1本は打たれたんですけど、さすがのね奪三振率ということで、まあオープン戦の時はね驚異の奪三振率を起こったというピッチャーなんですけども、今日もね本当にアウト2つ三振で取ったのかな。はい、素晴らしいピッチングでございました。まあ去年はねなんか2アウト、抑えるけどどっかでホームランを打たれるとか、フォアボールからピンチを作るみたいなところあったんですけども、まあ今日はねヒット1本打たれはしたものの、バタバタせずに、後続をねしっかり抑えるということで、今年のターリーはね、しっかり抑えるぞというような印象を受けました。ちょっとターリー投手体絞ったかな、そんな感じ、なんか気のせいかもしれないんですけども、去年よりちょっとねキュッと締まったような印象ありますけどね、その辺の体重は調べてないんでわかんないんですけども、同じように、ターリー絞ったんじゃないと思った方いましたらコメント欄で教えてください。はい、そして最後ですね、松本投手、まあ野間選手のねちょっとまずい守備もあったんですけども、まあ先頭の村上選手に対して、あの球はやっぱ不用意だったかなというふうに思います。まあ次のオスナ選手もねヒヤッとするような当たりだったんですけども、まあさっきねちょっと坂倉選手のところでも喋ったんですけども、バチバチのねインコース厳しいところ、ストライクかボールかギリギリのところに、投げ続けれれば、村上選手を抑えることができるんですけども、そこがね1個でも甘く入ったらね、さすがに村上選手、見逃してはくれないということで、まあ結果的にねフェンチョクだったんですけども、風がなければね確実にオーバーフェンスされていましたんで、ちょっと不用意な一球だったかなというふうに思います。まあ初登板だったんでね、これをしっかり、糧にして、次の登板から、パチッと抑えてくれればいいかなというふうに思います。まあ今日のね、この一つの登板で、松本投手の信頼が揺らぐわけではないと思いますんで、次のカードから、松本投手またね勝ちパターンで投げてほしいと思いますんで、今度はね、できればリードしたところで松本投手の気を、いきたいと思いますんで、野手の方も頑張ってほしいなというふうに思います。
はい、それでは最後全体のところも振り返っていきたいと思います。まずはですね、初回のエンドランですね。まあさっきの野間選手のところでも言ったんですけども、あのエンドランがどういう意図だったか、ランナーをとりあえずねどうしても進めてほしい、ゴロを打ってほしいというエンドランだったのか、まあゴロにこだわらずに、あくまでもヒットを狙いに打って、チャンスを広げる、でフライアウトになってもそれはもうやむなし、ランナー進まずに、ワンアウト一塁のままその次のバッターに託すという、意図だったのか、どっちだったのかなというのはね、まあここはね本当に 見てるだけじゃ分かんないんですけども、まあ個人的にはね、あの野間選手の調子を見ると、あのなんとか転がして、ワンアウト二塁でもうラッキーで、ゴロで、ね、抜けてってくれれば、本当にいい最高だなというようなサインだったと思うんで、まあその辺はねしっかり、ベンチと、選手はね意思疎通の方はしといてほしいなというふうに思います。はい、そして4回のところですね、2アウトでランナー一塁、先頭でヒット出た、ヒットで出塁したマクブルーム選手ですね。はい、こちらがランナーにてバッター坂倉選手ということで、カウントが、2ボール2ストライクまで行ったんで、ここはねもうエンドランかけてもいいのかなというふうには個人的には思いました。はい、まああの機動力をね掲げていますんで、平行カウントまで、来ましたんで、結構ね相手ももうバッター坂倉選手に集中しているところだというふうに思いますんで、ここでね、まあ、マクブルーム選手走らせて三振なら三振でもいいですし、バッターアウトになれば、他のねゴロでもフライでもアウトになればそれで終わりますんで、まあボールになってねそれで刺されても、次7番の、まあ、あの坂倉選手からの、スタートとなりますんで、結構ねここは勝負かけてもいいですし、相手もね、バッターに集中しているところだと思いますんで、ここはちょっと仕掛けてもよかったのかなというふうには思いました。まあ昨日かな、マクブルーさん走っていましたね、それと同じように、今日もね走らせてもよかったのかなというふうには思いました。はい、同じくですね8回同じケースがありまして、2アウトランナー1塁、走者の方が秋山選手でバッターがマクブルーム選手ということで、ここはね、ちょっと仕掛けるところではないかなと、ね、マクブルーム選手の一打にかけるというところなので、まあ、ここはね仕掛けなかったんで、あのちょっと仕掛けたいところだったんですけども、まあ、マクブルーム選手に、ね、かけるということで、秋山選手は走らせなかった、まあ、これはね良かったかなというふうには思います。まあ、ちょっとね同じ、2アウトランナー1塁でカウント 2-2 と、なったところでね、いろんな作戦がある中で今日は2回とも動かなかったという形になっております。はい、一方ですねスワローズの守備なんですけども、これねちょっとあんまり関係ないところなんですけども、2アウトランナー1塁でフルカウントになります。でこれオートマティックスタート、自動的にねランナーがスタートするところなんですけども、それでも、ファーストのオスナさんがねベースに入っていて、しかもね牽制も投げていたということで、結構ねこれ多くのチームがベース外してもうどうせスタート切るから、まあ、あまりね自由にリード取らせることはできないんですけども、まあ、どうせスタートさせるということで、ファーストベース開けることが多いんですけども、スワローズはね、1塁につくスタイルを取っているんだなということで、ちょっとねびっくりしました。ここはもう本当にね、全国共通、全世界共通で2アウトランナー1塁の 2-3 になったらもうファーストベース開けるよというのが本当にあの一般的な考えかなと思ったんですけども、今日のスワローズを見ると、そうではないということで、まあ、あの間ね抜かれた時に、ちょっとでも、走らせないために、ベースに釘付けにするために、ファーストに入っているのかなという意図だと思うんですけども、ちょっとびっくりしました。はい、そしてですね、あのリリーフのところですね、7回8回先にターリー投手が行って、その後、松本投手が行って、まあ、結果的にね、失敗だったんですけど、ここはね別にあんまり強く言うつもりはないんですけども、先に松本投手かなというふうには思っていました。まあ、あの7回の先頭がね、あの長岡さんだったかな、代打出てきた人だったかな、左がスタートだったんですけども、まあ、そこはね関係なく松本投手で行って、やっぱり今ね、状態のいいターリー投手だったんで、そこでね、3番4番、山田哲人さん村上さんに、当てたいということをね、あの自分は思っていまして、8回にあのターリー投手で、7回は松本投手で先かなというふうに思ったんですけど、順番を逆にしまして、松本投手が村上選手と、対峙するということになりまして、まあいう結果になってしまったんでね、まあこれ結果が出たから言ってるだろうというふうに思われるんですけども、先に松本投手の方が良かったんじゃないかなというふうには思いました。はい、そしてですね、最後、やっぱ1番バッターの重要さということで、途中でもちょっと喋ったんですけども、浜田選手がですね、やっぱり生き生きとプレーして、しっかり出塁すると。で、塩見選手がいなくてね、今年はまだ、スワローズちょっと本来の姿じゃないかなというふうに思っていたんですけども、それ以上のね、活躍を今浜田選手がしておりますんで、やっぱりね、1番バッターがしっかり出塁すると得点につながる。今日のカープも、そうなんですけども、1番がね、しっかり仕事をすると得点に結びつくということで、1番打者の、重要さというのは本当にね、身に染みてきました。で、一方ですね、この年齢のところですね、浜田選手22歳、菊池選手が33歳ということで、やっぱりね、22歳の選手がチームを引っ張るというのはやっぱりこれは強いですよ。はい、で他ね後ろでは中堅待っているし、青木選手もどこかで控えている、ピリッとね、ベテランが空気を作るということで、本当にね、若手からベテラン、助っ人外国人選手、それから移籍組含めて、全てが機能しているヤクルトスワローズだなというふうに思いました。はい、そんでその青木さんですね、9回のところ、9回の前か8回裏
の攻撃で、代打で出てきました。もうここね、おそらくなんですけど高津監督、ヒット打ってくれとかそういう風ではなくて、球場を一回こうバーッと盛り上げて、ヤクルトスワローズのね、勝つんだという雰囲気を作らせるために、青木選手を、代打で送ったのかなという風に思います。まあ他にもね、おそらく代打要員いますし、若手でね、打席与えたい選手もいる中で、あえて青木選手を送ることによって球場全体がね、ブワーッと盛り上がってね、本当にテレビで見ている感じでもバーッと盛り上がっていましたんで、9回に向けて、球場の雰囲気を作りをしたんだなというようなね、意図が伝わってきましたんで、もう本当にね、それぞれの選手にそれぞれの役割がしっかり明確にあるということで、強いチームだなというふうに思いました。でもね、もうこんなこと言っとらずに、このチームをね、本当にやっつけるつもりで、今シーズンはね、頑張っていきたいと思いますんで、応援の方していきたいと思います。はい、それでは最後、その他のところ見ていきたいと思います。ファームはですね、ドラゴンズ相手に偉いことになっているようです。高弘選手、中村高弘選手ですね。こちらが、まあ今日ヒット1本ではあるものの、ホームランをね、またかっ飛ばしているということで、その他、末金選手、矢野選手、内田選手、猛打賞ということで、内田選手に至っては4-4かな。はい、なので素晴らしいですね。下の方は活気溢れております。で、さらに翔成選手、中村翔成選手もね、試合に出ておりますし、ヒットも打っていたのかな。はい、ナイスバッティングでございます。はい、それから森投手もね、ナイスピッチング、ちょっとね、あの数字、また結果でだけでしか見てないんですけども、内容を見る限り、ナイスピッチングだったということで、その他見ていきますと、矢崎さんがですね、なんと下で投げていたということで、まあ、4月中の復帰かな、ひょっとしたら来週、再来週ぐらいには帰ってくるのかな、ちょっとまだ情報の見てませんけども、まあ、下で投げているということは、それなりにね、復帰は近いということになりますんで、矢崎さんがいないと、やっぱりね、カープの投手陣は閉まりませんので、復活待っております、矢崎投手、まあ、焦らずに帰ってきてほしいなというふうに思います。はい、ということで、3連敗で開幕スタートということになりましたけども、明日1日ね、移動日挟みまして、火曜日から、タイガースとマツダスタジアムの試合と、なりますんでね、気持ちをやっぱり切り替えて、臨みたいと思います。はい、で、まあ3連敗したチームなんでね、当然、活躍できなかった選手が多いということになります。なので、2軍ではね、ほんの今日は、素晴らしいバッティング披露してくれる、若手がいますんで、ここはね、本当に入れ替えを活発に行わないと示しがつかないぞということで、たくさんのね、入れ替えを期待したいなというふうに思います。はい、まあ結果的に今日3安打打ってる末金さんと堂林さんの入れ替えぐらいかなというふうには思うんですけども、もうまあ堂林選手ね、一軍で出場しないのにこれ入れ替えされてしまっても逆にかわいそうかなというような思いあるんですけども、まあ本当にね、一軍状態悪い、二軍は状態いいと、なりましたら入れ替えをね、しない手はない。で、中村選手なんかも本当にね、早いところ支配下に登録しちゃってほしいという声もね、多く聞こえてきておりますんで、その辺しっかり決断の方早めにね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとね、開幕3連敗、金土日3連敗ということで、オープン戦の時は日曜日だけはね、しっかりいいゲームして勝ってくれみたいなことをね、よく喋っていたんですけども、まさかの金土日3連敗でね、もう明日一日はもうこんな感じで、仕事行きたいと思います。はい、なので火曜日からね、また頑張ってほしいと思いますし、まあ、栗投手、遠藤投手、アンダーソン投手とつながる、ローテーションになりますんでね、まあ悪くても遠藤投手で勝てるかなというふうには個人的には思っておりますんで、栗投手はね、期待してないわけではないんですけども、遠藤投手のところでは絶対勝てると思いますんで、悪くても4連敗で終わりますんで、楽観的に見ていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、開幕3連敗、ちょっとね、最悪な事態になってしまいましたけども、そんなの関係ねえ、やっちゃろうやということで終わりたいと思います。今日もありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。